はい、こんにちは。今回は年間 KO 賞に輝いた試合で一撃 KO やめった打ち KO など衝撃的な KO シーンを集めました。17戦全勝のアラン・グリーンと9戦全勝のジェイドン・コドリントンとの戦いは、後に世界挑戦するアラン・グリーンが開始早々左フックをヒットさせ、その後14発の連打を上下に放ち、わずか18秒でノックアウトしました。ドゥビットを KO したカランベイは IBF 世界ミドル級王者マイケル・ナンと対戦しました。カランベイは WBA 指名試合より IBF 王者ナンとの試合を優先したため WBA 王座を剥奪され、この試合はカランベイがナンの持つ IBF 世界王座への挑戦という形になりました。マイケル・ナンは長身のサウスポーで、スピードあふれるボクシングで、ここまで32戦全勝の戦績を誇り、この試合が2度目の防衛戦でした。初回、ナンはカランベイのジャブを外した後に左フックを炸裂させ、ダウンを奪いました。テリー・ノリスは8ヶ月前にジュリアン・ジャクソンの持つ世界王座に挑戦し KO 負けを喫しましたが、今度は野獣ジョン・ムガビの持つ WBC 世界スーパーウェルター級王座に挑戦しました。ジョン・ムガビはハグナーに負けるまで25戦全勝全 KO でした。一方ノリスは24勝3敗と戦績は平凡ですが、スピードとパンチ力は抜群で戦績以上に強いボクサーです。試合はノリスが野獣のパンチを外して強烈な左フックをヒットさせ、その後連打でダウンを奪いました。野獣ムガビは起き上がりましたが、ダメージが深く、ノリスのパンチに反応できず、追撃を受け、最後は右ストレートを被弾し、沈んでしまいました。ロイ・ジョーンズ・ジュニアはボクシング史上最高の身体能力を持つ選手と言われ、ミドル級、スーパーミドル級、ライトヘビー級、ヘビー級と4階級にわたって世界王座に大会いたしました。重量級としては破格のスピードを生かした攻撃や防御感にも優れ、バーナード・ホプキンスやジェームス・トニー、マイク・マッカラムなど超一流の世界王者たちを破っており、長きにわたってボクシング界のトップに君臨しておりました。
半年前にアントニオ・ターバーから WBA、WBC、世界ライトヘビー級王座を奪ったロイ・ジョン・ジュニアはアントニオ・ターバーと2004年5月に再戦いたしました。当時ロイ・ジョン・ジュニアは49勝1敗の戦績で、敗れた1敗も KO した相手をダウンした後に殴ったために反則負けにされた黒星で、実質50戦全勝と無敵を誇っておりました。一方アントニオ・ターバーはこれまで21勝2敗の戦績で、硬いガードとサウスポーからのスピードある攻撃で、アマチュア時代はアトランタオリンピックで銅メダルを獲得し、世界選手権で優勝した実績を持っております。試合前、ターバーはロイ、今夜お前は言い訳を考えておけよと言い放ち、初回硬いガードでロイのスピーディーな攻撃を封じました。そして続く第2ラウンドにお互いスピードあるパンチを交換し、ターバーのサウスポーからの強烈な左フックが絶対王者の顎を捉えました。WBC 世界ミドル級王者のセルヒオ・マルティネスが初防衛戦でポール・ウィリアムズと相まみえました。両者は1年前にも対戦しており、その時は大激戦となり、ウィリアムズのスタミナが後半ポイントを重ね、ウィリアムズが判定で勝利しました。ウィリアムズは身長が185センチで、リーチがなんと2メートルを超えており、規格外の体格とスタミナを誇ります。一方マルティネスは普段の体重が90キロを超えており、18キロも減量し試合に臨むパワーファイターです。2ラウンドにウィリアムズの左に対し、王者マルティネスの左が強烈なカウンターとなって炸裂しました。ワールドボクシングスーパーシリーズバンタム級1回戦で、井上選手はファンカルロス・パヤノと対戦いたしました。井上選手はジャブの攻防で距離をつかみ、左から踏み込んで右ストレートを内側からヒットさせ、一発で試合を終焉させました。アマチュア時代にオリンピックに出場した経験を持つ平中章信選手は、2度目の世界挑戦で世界王者エドウィン・ロファリを怒涛の攻撃を敢行し、
わずか92秒でノックアウトし、WBA 世界スーパーライト級王座に戴冠しました。ルファリオを KO した5ヶ月後、初防衛の相手にモーリス・イーストを迎えました。平中選手は20勝 18KO1 敗の戦績が示すように、強打のハードパンチャーで力強いパンチでほとんどの対戦相手をなぎ倒してきました。しかし初防衛戦前の練習でオーバーワークになり、腎臓機能が低下した結果、試合の2日前に血尿が出るほどコンディションが悪く、中盤から失速していきました。それでもポイントでは勝っていたのですが、11ラウンドに挑戦者イーストの左ストレートをカウンターでまともにもらってダウンを喫し、立ち上がったのですが、レフリーが戦いを終焉させました。試合を止めた。そして試合後の検査で平中選手は少量ながら脳内出血が確認され、グローブを壁に吊るしたのでした。